はい、それではですね、今回は Adobe Premiere Pro で簡単にですね、別撮りした音声を映像と同期させる方法についてご紹介したいと思います。で、今回用意している素材がこちらですね。まずこちらの映像がちょっと薄いですね。S ログで撮っているのでちょっと薄い映像にはなるんですけれども、基本的なですね、Adobe の動画編集ソフトの Adobe、このようにですね、ドルフィン撮影した素材なんですけれども、でこれはですね、ソニー α6500 に外部マイクとして取り付けた音声になります。でこれとは別で、Tascam DR10L というピンマイクでも収録しました。で収録した素材がこの音声になります。大体ですね、映像を撮った尺と、音声を撮った尺っていうのが同じようになるんですけれども、これまではですね、ここら辺を、ダブルクリックして音声を広げてですね、でここもダブルクリックして音声を広げて、でこの波形を見ながらですね、この波形を見ながら調整するという感じでした。このようにですね、音のズレが出るので、結構細かくですね、この波形をですね、調整しないと同じようなズレ、同じようにはできなかったですね。ちょっとずれてるとなんか音的に変な音になります。なのでもう、改めてこれですかね、やっとこれでですね、Photoshop、イラストレーター、そしてプレミアプロ、アフターエフェクツの基礎的な、これでできたわけなんですけれども、今回はですね、この1クリップだけだったので簡単にできたとは思うんですけれども、これが、いくつものクリップがある状態だと全てをこのように微調整するのって大変なんですね。それが実はですね、これ一度消しますが、この音声を持ってきて、でこの3つを選択して右クリック、そして同期をクリックします。するとですね、ここオーディオというところがチェックできますので、オーディオにチェックをしまして OK をします。すると料金がと言いますと、今日このオンライン広告、なんとですね、映像で撮った外部のマイクとピンマイクの音声がですね、同期してくれます。で波形を見てもですね、合っていることが確認できるかと思います。調整レイヤーですね、アフターエフェクツに置き換えて、プレミアプロでは、使えないですね。このようにですね、右クリック同期オーディオを選択するだけでですね、簡単に音を合わすことができるので、ぜひですね、音声を別撮りでする場合にはですね、これを使っていただければなというふうに思います。ちなみにですね、デジタル一眼レフカメラの普通の音声は結構ノイズが入るのであまりおすすめしません。上にですね、外部マイクをつけるのは非常にいいんですけれども、個人的にはですね、このピンマイク、現在使っているTascamの DR10L っていうのがノイズがあまり入らず綺麗に録音できるのでおすすめです。またですね、GoPro とかですね、アクションカムで撮影するときってどうしても音が弱いんですけれども、GoPro で撮影する際にはですね、このTascamの、ピンマイクをですね、体の胸元ら辺につけておくだけでですね、綺麗な音が取れます。そして、その同期もですね、こんなに簡単にできるので、ぜひですね、GoPro とか、一眼レフカメラで音声も一緒に撮っている方はですね、この方法を使ってみてはいかがでしょうか。それでは、今回の動画がですね、役に立ったなという方はですね、いいねボタン押していただけるととても嬉しいです。またですね、これからもですね、映像撮影、編集などですね、映像制作に関するヒント、役立つ情報を発信していきますので、それらに興味がある方はチャンネル登録していただけるとすごい嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。